ヒトラーが逮捕されちゃった。これがミュンヘン一揆になります。逮捕されたヒトラーは罪の重さを決めるために裁判にかけられることになります。しかしヒトラーはね、裁判で一切弁明しなかったんですよ。つまりこの度のクーデターを計画実行したのは全て俺だ、全て俺に責任があるってヒトラーはちゃんと言ったんですね。ただその代わりヒトラーは一切謝罪もせずにずっと主張だけを述べました。つまり確かに今回のクーデターは俺がやったし責任も俺にある、ただ悪いことはしていないと言うんですね。ヒトラーのロジックではドイツ国民のために動かない中央政府が悪い、そしてその悪い中央政府をやっつけようと俺は思ったんだから俺は悪くないでしょって話をするんですよ。そしてこのドイツのためにという主張がめちゃめちゃ裁判官とかに刺さるんですね。ヒトラーは喋りの天才です。その喋りによって裁判官の感情なんかを動かしてヒトラーに対して同情的な状況を作ることに成功します。しかもこの裁判の様子が新聞などで連日報道されたので、ヒトラーの知名度を上げることになっちゃったんですね。だからヒトラーはこの裁判の場でまず人気を勝ち取るんですよ。あいつはドイツのために動いてくれた英雄だみたいな感じで人気も上がるし、新聞などによって知名度も上がるということで、すごくないですか？普通はクーデター起こして失敗して逮捕されたら政治家人生終わりですよ。なのにヒトラーは裁判の場で自分の最強の武器である喋り、これをもってして人気も上げたし知名度も上げたんですね。すごいですよね。ただまあクーデターはクーデターなんで、やっぱり禁錮5年にはなりました。禁錮5年にはなったんですけど、クーデターを起こしといて禁錮5年ですからね、かなり少ないですよね。しかもヒトラーはかなり特別待遇をされていたみたいで、囚人なんだけどかなり自由があって、連日ナチ党のね人がヒトラーのとこにやってきてはなんか普通にお話ししたりしてたと、そういう感じでヒトラーは喋りの力を持って刑期も下げたし特別待遇も勝ち取ったと、そういうことになります。ちなみにヒトラーが捕まっている間にやったことがヒトラーの著書である我が闘争、これをね書いています。捕まっている間に書いているというか、部下に話してその内容を書いてもらったって感じかな。で我が闘争ね、ただ初めはね全然売れなかったみたいですね。というのも、単純になんか値段が高かったみたいで売れなかったんですけど、後の時代に下巻も出て上下巻セットにして安い値段にしたら、結構売れ始めたらしいです。で結構売れ始めて最終的にはヒトラーがドイツのトップになりますよね。そうしたらもうドイツ国民ほぼ全員が買うみたいな、そういう状態までなって、この我が闘争がナチの聖典と後の時代になると、そういうことになります。そんな感じでヒトラーは捕まりながらも政治活動をしていたわけですけど、ヒトラーすぐ仮釈放されます。特別待遇ということでもう 1,2 年くらいしか経ってないのに簡単に釈放されるんですね。仮ではあるんですけど、そして仮釈放されたヒトラーは路線を思いっきり変えることにします。つまりどういうことかというと、武装路線はやめてこれからは合法路線で行こうということにしたんですね。というのも今クーデターで失敗してるので、これはちょっと無理そうだなってヒトラーも思ったんですね。で合法路線というのはつまり選挙でちゃんと勝って政権というか政治を握ろう、これをヒトラーは考えるようになったんですね。でよく考えてみるとヒトラーってもともと選挙得意なんですよ。だってヒトラーといえばそうプロパガンダが得意なんですよね。だからヒトラーはこれまたクーデターしても多分失敗するから、それよりも俺プロパガンダ得意じゃんと、だから普通に選挙で戦って勝って政治家になった方がいいなってことを決意するんですね。ここからヒトラーは選挙でナチ党が勝つ、これを目指して動くことになります。しかし1928年の国会議員選挙、これがナチ党が参加した初めての選挙になるんですけど、この時はナチ党員の当選は12名にとどまっています。ではなぜヒトラーの思うようにいかなかったのかというと、当時のドイツには束の間の好景気がやってきていました。というのも当時アメリカがめちゃめちゃ力をつけていたんですね。第一次世界大戦の戦勝国であり、かつアメリカというのは戦場ヨーロッパでしたからね。アメリカという国には被害を一切負ってないんですよ。
だからアメリカは第一次世界大戦後に一気に力をつけて最強の国になってめちゃめちゃお金も持ってるんですね。そのアメリカがドイツにお金を貸してくれるようになったおかげでドイツの経済が回り始めて今好景気を迎えている、そういう状況にあります。そして思い出してほしいんだけど、ヒトラーの演説の手段というのは不安を煽って敵を明らかにしてそいつらを攻撃すると、そういう演説手法ですよね。ただこれは好景気ではあまり響きにくいんですよね。今好景気なのにそんなこと言われてもって感じになりますよね。だからなかなか選挙はね、ヒトラーの思うようにはいきませんでした。しかしそんなヒトラーにチャンスが回ってきます。それが何かというと、ヤング案というものが国際連盟から出されるんですね。これはどういうものかというと、簡単に言うと、今ドイツは多額の賠償金を負ってますよね。で、その多額の賠償金の総額をまず下げてあげますと。総額を減らしてあげるから、ちゃんと59年間かけてコツコツと返済してね。そういう案がヤング案になるんですよ。で、ドイツ政府としては、59年かと。まあそれは厳しいけど、ただといってもね、総額は減らしてもらってますからお得なわけですよ。だからまあしょうがないかということで、ドイツ政府はこのヤング案を飲もうとするんですね。ただそれに対して国内で反対運動が起こります。つまり59年も俺たちを奴隷化するのかということで、奴隷化反対、奴隷化反対みたいな運動がめちゃめちゃ起こって、今ドイツではナショナリズムがすごく高まっているし、また混乱に陥っている、そういう状況になります。こういう混乱の中で人気をつけてきた政党こそが、そう、ナチ党になります。ヒトラーの演説は混乱の中でこそ光るんですね。ヒトラーは言います。国民よ、騙されるな。今のこの好景気はアメリカに依存した、そういう偽りの好景気である、とか、ヤング案を飲む、政府は許せない、そんなことをして中央政府は国際連盟の言いなりになろうとしている、そんな軟弱な政府を許していいのか、みたいな感じでめちゃめちゃ国民を煽るんですね。しかもヒトラーは自分が演説するだけじゃなくて、弁士養成学校というものを作って自分のように演説をできる人間も増やしていくんですね。これによって今がチャンスということでめちゃめちゃたくさん演説した結果、ナチ党の人気はめちゃめちゃ高まることになりました。しかもさらにヒトラーにとって追い風が吹きます。それは何かというと、さあ来ました、1929年世界恐慌が起こるんですね。アメリカ・ニューヨークで株式が大暴落します。これをもって今アメリカが世界トップの経済大国ですので、ここが不景気になるということは、アメリカと経済的なやり取りをしている全ての国にダメージを与えるってことになりますよね。で、特にこれはドイツにはもう直撃するんですよ。もうバゴーンとね、もうマジで直で食らうんですね。なぜかというと、そう、ドイツはアメリカからお金を貸してもらってるから経済をなんとかやってたんですよね。しかしアメリカがちょっとうち不景気なので、もうお金貸すとかやってられませんってなっちゃうんですね。これによってドイツは一気に不景気になります。つまり今ドイツがどういう状況かというと、ナショナリズムも高まっているし、不景気もかつてないほどの不景気を国民を襲っていたんですね。ここでヒトラーの演説が刺さるわけですよ。ヒトラーはまず悲惨な現状を述べます。今ドイツはこんなにやばいですと、街に失業者が溢れていますと。じゃあそれは誰が悪いんですか？政府が悪いんでしょう。今の政府がちゃんと対策をしないでアメリカからお金を借りて偽りの好景気なんかに踊らされているからこういうことになるんじゃないですか、とか、またこれは難癖だと思いますけど、ユダヤ教のユダヤ人がね、なんか後ろでいろいろ陰謀やってるからこういうことになるんだ、とかね、めちゃめちゃ煽るんですよ。煽った上で、そういう政府だったりユダヤ人をやっつけたらドイツは明るい未来が待ってますよって言うんですね。で、これが今ドイツ国民はもうめちゃめちゃ混乱中ですので、こういうわかりやすいね、演説っていうのがめちゃめちゃ刺さるんですね。とにかくヒトラーは喋るのがうまいんですよ。この結果、ナチ党は1930年107議席を獲得するに至り、第2党まで上り詰めることに成功しています。そしてその勢いそのままに2年後の1932年には、
230議席を獲得して第一党になることについに成功しています。すごいですよね。2年の間に100議席くらい増やして第一党になったということで、まあ、ナチ党がねめちゃめちゃ勢いがあるっていうことがわかりますよね。しかし実はナチ党の人気はこれをピークに1回下降局面に入っています。次の選挙では196議席しか獲得できていないんですね。これも一応第一党は獲得してるんですけど、ただ総議員に対しては議員数が約3割くらいしかナチ党を取っていないので、全然過半数は割ってるんですね。そういう状況にあります。ではなぜナチの人気が下がりつつあるのかというと、まず一つ目が、まあ、単純にですね、経済状況が本当に少しではあるんだけど回復していたんですね。だから、まあ、ナチ党の人気はちょっと下がっています。二つ目に、今ドイツはめちゃめちゃ混乱中なので、全然今までと違う政治を望む人がいっぱいいるわけですよね。だからこそナチ党も人気になっているわけですけど、それと同時に共産党も力をつけ始めたんですよ。つまり今までみたいな資本主義の社会はもう限界を迎えてるから、ソ連とかみたいに社会主義の国、共産主義の国にするのがいいんじゃないか、そう考える層っていうのも結構台頭して、ナチ党の票が奪われているという状況です。そして最後に、カリスマ性の限界ということで、今までナチ党はヒトラーのカリスマ性で持っていたわけですが、よく考えるとここまでのヒトラーって喋るのが上手いだけで実績上げてないですよね。ヒトラーのおかげで、ナチ党のおかげで景気が良くなりましたみたいのがあんまり国民には実感ないわけですよ。だからだんだんと、もしかしてヒトラーって口だけのやつなんじゃねっていうふうに考える人もポツポツ出てきていたんですね。そういうわけでナチ党はここら辺で一回人気のピークを迎えて、一旦ね下降局面に入っています。こうした状況の中でついにヒトラーは折れます。どういうことかというと、ヒトラーとしてはナチが第一党になって、まあ今もうなってるわけですけど、ただ第一党になるわけじゃなくて、ちゃんと議席数を過半数獲得したいと、その上で俺が首相になってドイツをちゃんとナチ党が動かすんだ、これがヒトラーの目標なわけですけど、今人気も低迷中で、これちょっとこのままだと過半数取るのは不可能かもしれないと。しかも事実今第一党なわけですけど、ヒトラーは首相になれそうになかったんですね。ということでヒトラーもついに折れて、まあ周りの人間の思惑なんかもあって、まあもうしょうがないと、連立政権結ぶかということで野党と手を結ぶことになるんですね。でその野党というのが国家人民党というところで、ここは結構ナチとは反対的なね、かなり保守的で伝統的な政党になります。ヒトラーはまあこういうところと手を結んででもナチ党のね人気というか、ちゃんと議席数を獲得しないとまずいなと考え始めたんですね。でちなみにこの国家人民党というのはナチ党とか共産党の台頭によって今人気が下がっていて、まあ、あまり今力持ってない政党にはなるんですけど、まあ、保守的な政党ということで大統領からは人気があるという政党なんですね。ドイツには首相の他に大統領もいます。でヒトラーとしては自分が首相になるためにはやっぱりね大統領には気に入られとかないといけないですからね。まあ、そういう思惑もあって仕方がなく国家人民党と連立政権を結ぶに至りました。こうして仕方がなくヒトラーは連立政権を結ぶわけですけど、まあ、その連立政権の結んだ先が国家人民党という大統領のお気に入りの政党だったこともあって、大統領がついにですね、ヒトラー君、君を首相に任命するという話になって、1933年ヒトラーが首相になり内閣が発足しています。すごいですよね。もともとはドイツ生まれですらないですからね。もともとはドイツ生まれですらなく芸大に落ちて不老者をやってた時期もあります。そういう男がついにドイツのトップに立ったんですね。